本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。電源コードを必要とせ、長時間撮影において瞬間的な動作を写真に収めたい、動画に収めたい。野生動物はもちろん、住宅、農地、駐車場の監視、あらゆる屋外用途に最適。今回紹介するトレイルカメラはそんなニーズを満たすことができるカメラとなっております。ぜひ最後まで動画ご覧ください。こちらでございます。正面、裏、サイド、では開けていきます。オープン。取説が2つ、薄い方は全て英語、こちらは日本語ページがございます。タイプ C 充電ケーブル、ストラップ、炭酸電池8個、取り付けパーツ、壁掛けブラケット、こちらも一緒にこうやって使います。そしてお待ちかねの本体出します。おお、こちらでございます。おお、なんかすげえな。なんとマイクロ SD カードが初めから入っております。助かります。トレイルカメラとは、皆さんトレイルカメラってご存知ですか？このトレイルカメラとは、野生動物の動きを監視するために使用される屋外用自動撮影カメラです。設置場所を選ばず夜間の撮影もできるので、動物の自然な動きをこちらで収めることができます。この機種は録画モードが3種類ございます。動画モード、静止画モード、動画静止画モードの3つです。コンパクトで軽量デザイン、こちらのトレイルカメラ見た通り小型軽量デザインです。森林や山岳地帯などアクセスが困難な場所でも設置がしやすい仕様です。ちなみにこのまま設置することもできますが、こちら本体裏を見ますとベルト穴がございます。こちらですね、こちらに通してお好みの位置で止めて、例えば木などに固定することができます。また本体の下、ここを見ていただきますと三脚ネジがついております。ということは三脚にこちらをつけて回すことによってポンポンと高さを出した置き方もできます。あと仕様としてこちら 2.0 2インチのモニターもついております。こんなにいろいろ機能がついてとても軽いんです。IP67 防水防塵について、 IP67 雨や埃などからカメラを守りながら撮影をすることが可能です。また防水防塵性能に優れているため、あらゆる気象条件下で使用することができます。電池式について、このカメラ電源コードはいりません。バッテリーでもなく、あえて電池駆動で長時間使用ができます。初めからこの電池が入っていましたので、早速取り付けていきたいと思います。すべて入れました。そして画面が出てきましたね。言語ですね。違う、これが決定ボタン。こっちか。保証アクティブする。はい。ではですね、こちらスマホで読み込んでみたいと思います。必要な情報を入れていきたいと思います。電源など配線工事は不要。電池のみで倉庫や玄関前に簡単に設置。家庭での一時的な防犯対策にも使えます。0.05 秒超高速トリガースピード。電池を入れるとやはり8個分なのでずっしりとします。こちらのカメラ最大の特徴は 0.05 秒超高速トリガースピードです。こちらは動く動物を見逃すことなく瞬間撮影をすることができます。録画画質について、動画は超高画質、改良されたレンズとイメージセンサーによって超高解像度ビデオのウルトラ HD レンズで最高 8K の映像とクリアなサウンドで記録することができます。カメラこちらですね、最高 8K です。
ただ連続録画については5秒から最長で3分間です。写真撮影は最高8400万画素、6400万画素と選ぶことができます。非常に鮮明に写真を撮ることができます。なお最大5枚連続で撮影が可能です。ふかし赤外線センサーで夜間撮影、暗闇でも光らない赤外線のセンサーで映像、写真、これらをモノクロで撮影することができます。最大30メートルまで暗視が可能です。PIR 動体検知センサーについて、最大30メートルの感知距離で動体検知センサーが動物の動きを感知するとカメラが自動的に写真動画を残します。検知角度は130度、動物の動きまたは植物の動き、これらを記録することができます。自動上書き機能について、こちらのカメラには初めから 64GB マイクロ SD カードが付属しております。ちなみに対応しているカードはクラス6以上で最大 128GB まで。もしこのカードの容量が満杯になってしまった場合、古いデータから削除をして新しいデータをどんどんと塗り替えていくことが可能です。屋外に設置したまましばらく確認ができない長期な不在時には特に重宝されます。ちなみにこの上書き機能を使う場合、初期設定はオフなので、メニューから繰り返し録画、こちらをオンに切り替えておくことが必要です。Wi-Fi 対応でアプリ操作、無料アプリ、トレイルカム GO、 こちらで遠隔操作が可能になります。距離は15メートルまで、 Bluetooth の範囲は約20メートルです。トレイルカメラいかがだったでしょうか。動物、植物の観察はもちろん、自宅の防犯、ゴミの不法投棄、倉庫の警備、駐車場の監視、お子様やペットの監視など、様々な用途にも活用することができます。特に 0.05 秒の超高速トリガースピードで狙った獲物をピンポイントで記録できる点、コンパクトで軽量なため、どこでも設置が可能なトレイルカメラ。ちなみにその他の特徴として、タイムラプス機能、こちらは3秒から24秒までです。インターバル撮影、設定した間隔で動画、静止画を自動的に録画します。様々な機能が備わったこのトレイルカメラ、こちら興味が出てきましたらぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。見てこのかっこいい、このミリタリー感、そして 8K も撮れる電池駆動、いいなー、なんかいいね。本番いきます。よーい、瞬間的な動作でも、ピッチピッチやん、これ。IP67。ふかし、赤外線センサーで写真撮影、ちょっといきます。